作品のモチーフになっている彼岸花、学名はリコリスラジアータ、千里やタキナたちリコリスも、また、彼女たちの所属する組織、DA のシステムを担っている、AI、ラジアータも、ここから来ているのだろう。また、彼岸花の英語名はスパイダーリリー、原作のスパイダーリリーは、ここから来ているのだろう。ちなみに男の子版リコリスであるリリベルは、スズランの花のこと、彼岸花も、スズランも共に独走。マジマの能力、エコーロケーション。エコーロケーションとは、コウモリやイルカのように、音の反響によって、視力に頼らないで、正確に、物の位置関係を把握できる能力。例を挙げれば、ゴールデンカムイのトニアンジがいる。しかし、このような人は、フィクションの住人というわけではなく、現実世界にも存在する。エコーロケーション、人間でググってみると、ダニエル・キッシュという人に行き当たった。ちなみに千里の弾丸を避ける能力は、ルパン三世の石川五右衛門がいるくらいで、私の知りうる限り、現実には存在しない。